こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、アルビノの水オオトカゲスピネルちゃんをですね、こちら下にいっぱいいるんですけども、ノーマル、そしてアザンティックの水オオトカゲと対面したいと思います。はい、ということで初対面ということで、スピネルちゃんをですね、こちらのたくさん水オオトカゲが入っているケージの方にですね入れてみて、反応を見ていきたいと思います。いや、無事ね、仲良くできるのか、すごく気になるところなんですけども、スピネルちゃんの方のね飼育を始めて1ヶ月経ちましてね、もうね我が家にもね慣れてきて安定してきたので、初対面してみようかなと思います。で、やっぱりこれだけね体色が違うので、スピネルちゃんと、ノーマルアザンティックの子たちだと体色が違うので、もし万が一ね、こうアザンティックとか、ノーマルの子たちが噛みつくような、攻撃しに行くような感じがあったら、なかなかね、こうどうしようまあそれなってみないと分かんないんですけども、どうしようかなっていうところで、僕お店の方ね、ハチルショップの方やってますけど、そこでエリマキトカゲ、今はもうねお迎えいただいていないんですけど、エリマキトカゲが1匹ねちっちゃい子がいて、でその子を太あごヒゲトカゲ、同じぐらいのねサイズだったので、太あごヒゲトカゲの赤ちゃんたちと一緒にねこう管理してたことがあって、その時にハイポゼロっていう太あごヒゲトカゲの白い個体がいるんですけど、その白い個体を一緒に入れた時に、普通の太あごたちにはもう全く見向きもしなかったエリマキトカゲちゃんが、なぜかね急に威嚇しだしたっていうことがあって、やっぱり体色があれだけ違うから、ノーマルの太あごの子たちとかだとエリマキと、まあ、体色似てるんで、仲間意識あったのか分かんないですけど、ハイポゼロの真っ白の子が入った時にはすごい威嚇してたんで、あ、これは一緒にできないなっていうことで、すぐ外したんですけども、まあ、そういった、まあ、体色の違いで反応がやっぱちょっと変わってくるのかなというふうに思うので、今回の初対面ね、ちょっと緊張ではありますけども、合わせていきたいと思います。はい、じゃあね、こちらスピネルちゃんですね。大きくなってきたので、割とね、下の子たち体格差も変わんなくなってきた感じですけどね、相変わらずね、いい子ですね、非常に。ここも見てください、ちょっと脱皮してきて、右側、こっちが脱皮したところですね、ここで両サイドは脱皮がまだ残ってますね。さあ、合わせてみますか。ぶーちゃんはぐったりしてますよし、じゃあ行きますか。あ、もう早速水桶でウンチしちゃったけど、入れてみますね、どういう反応するかな。よし、じゃあ初対面、レッツゴー。お、あら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 、すごい。あ、逃げてきた逃げてきた。スッピーの方が若干逃げてる感じあるけど、どうですか。入っちゃった、よいしょ。さあ、入ってもらいました。あんたらなんで登ってくの、そんなすごいみんなしてなんか登ってくんだよ。どうですかね、スピネルさん、ちょっと逃げてるけど、ほれほれほれ、入ったらどうですかちょっとに逃げてるのか、ただ場所が慣れてないだけなのか。あ、落ち着いてきたかな、ようやく。うん、ちょっと閉めて様子確認しますね。おお、見てる見てる、みんなに見られてるすっぴん、みんなに見られてる。いや、だってね、こう色の体色に関してはピンクマウスとさほど変わんないですからね。もう行きましたね。体色、うん、攻撃する感じはなさそうですね、他の子たちが。スッピーの方が若干こうビビっちゃってる感じはありますけど、特に何か他の子たちは無反応って感じでね。あの子、この子ワンちゃんですけど、ワンちゃんは出たがりですから。スメルさん、なんかそこで落ち着いちゃった。スメルちゃんね、あったまりたかったのかね。かわいいっすね。お、来ました、ロンちゃん。
ロンちゃんが言ったけど大丈夫か。大丈夫ですね。ああちょっとやっぱりスピネルちゃんの方がやっぱりちょっとビビっちゃってる感じはありますけど、他の子たちは特にまあ、なんだこの子っていう感じで見てる感じはありますけど、攻撃しようとはしてないですね。まあもちろんね、これ初対面ということなので、このまんまね一緒に暮らしてもらうっていうことはないです。うん、何回かこう様子見て一緒のところに入れてを繰り返して、まあ最終的にはね、アザンティックの子たちとスピネルちゃんの交配をこうしていきたいと思ってるので、仲良く暮らしてくれたらなというふうに思ってるんですよね。どうかな、スピネルちゃんがちょっと落ち着かないっていうだけかな。どちらも攻撃性はないからいい感じかな。初対面にしてはいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと距離です。こっちに5匹いて、スピネルちゃんいて、こっちに実は2匹いるんですよね奥に。あっちの2匹は特に臆病な2匹なんでね、なかなかね人がいると僕がいるとこっちに来ないんですよね。他の子らはね結構もう なんていう好奇心旺盛でこっち来てくれるんですけどね。おスピーちょっと怒って、あちょっと怒ってるか。まあ怒る威嚇ぐらいはいいんですけどね。噛むっていう行動をしちゃうとちょっとまずいと思うんですけど、大丈夫かね。綺麗ですね。こう水の中入ってるとねよりね模様がこう鮮明に見えて綺麗なんですよね。スピネルちゃんも綺麗ですね。はい、じゃあスピネルちゃんね一旦もうお家に帰ってきましたけど、今日はね給餌日だったので、ついでにマッサンもあげてみます。よいしょ、いいね。よしよしよし、まあ問題なく食べてくれそうでいいですね。神経質なねトカゲさんとか爬虫類だとこれだけ変わったことをすると食べなくなっちゃったりしますけど、やっぱそこはさすが水オオトカゲですね。神経が太いですね太いっていうのか神経って太いっていうのかな。はい、もう一匹じゃなしとこれ。よいしょ、なんかすんなりすぐに食べるようになりましたね。スッピー前まではひたすら持ち出してから食べてましたけど、いい感じですね。マウスのサイズもね、ピンクマウス M からピンクマウス L にねサイズアップしてます。すでにねもうサイズアップしてますね。ピンクマウス L の次はもう次はファジーマウスになりますね。はい、ごちそうさまでした。スピネルちゃん美味しかったですかね。はい、ごちそうさまです。うちのね下の子たちもみんないい子にしてくれてね、よかったですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。アルビノミゾオトカゲのスピネルちゃんはですね、ノーマルアザンティックの子たちとね初対面ということで合わせてみましたけども、いや本当に、まあ、スピネルちゃん自身は他のね、爬虫類と会うのがまあうち来てからだと初めてだったので、やっぱりちょっとねびっくりしてちょっと威嚇するような動作もあったりしたんですけども、他のね、こっちに下にいる子たちがねすごく仲良くしてくれたような感じでね良かったなと思います。相性は初対面にしてはかなり良かったのかなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。